福井サウルスは、中世大白亜紀前期の半ばにあたる、オーテリビアン後期からバレミアンにかけての時代、アジア大陸の中緯度、東岸部に生息していた、植物食恐竜。長万木長アモクイグアノドン類アンキロポレクシアに分類される、テトリエンシスの一種のみが知られている。1989年、日本の福井県勝山市にある、テットリソウ群茶炭層から産出した。 日本での記載前からの別名で、福井流とも言う。学名は、福井ソリス・テトリエンシスと命名され、テーラーフランシスの学術雑誌、ジャーナル・オブ・バータブロット・パレオントロジーの2003年4月11日間公号に記載された。これを受けて、標準和名は日本語監修読みで、福井サウルス・テトリエンシスになった。福井サウルス属名福井ソリスの福井は、 産出地が属する県の名でもある地名、福井から取っている。サウルスの方は、トカゲを意味する古代ギリシア語普通名詞、シグマアルファローに由来する、分類学用神羅天語名詞説ビジサウルス、であり、爬虫類を意味するが、恐竜に用いられることが多いため、恐竜と異訳して差し支えない。テトリエンシス首相名テトリエンシスのテトリは、本種化石を産出した茶炭層が属する。 てっとり総群から名を取っている。これを、サンの意味する、ラテン語説ビジエンススと組み合わせた、根詩語が種庄名で、ここでの語彙は、てっとりさんの、である。発見された当時から記載されるまでの間、本種の日本語通称は、福井流であった。本種が親族新種として、学名を与えられ、これに伴って、標準和名、福井サウルスが成立してからは、福井流は、 日本における別名、異名となった。中国語では、福井ソリスを、福井竜、福井ソリステトリエンシスを、テットリ福井竜と関約している。1989年から始まった、恐竜化石調査で発見された。比較的保存状態の良い頭蓋骨が採取されている。1994年秋には、全身骨格の復元が行われており、これは、恐竜としては、 日本初の例となった。2003年に新属新種の恐竜として命名、記載された。ホロタイプは FPDMV-40 から1と FPDMV-40 から2で、前者は右上革骨、後者は右方骨。パラタイプと合わせで、総計16点で、多くは頭蓋骨の構成物である。系統分類上での本種の位置については、く、 下目、小目あたりに相当する階級未定の上位、クレードは、おおよそ特定されているが、上下、下、赤のクレードについては特定されていない。原記載論文も、一説には、イグアノドン上下イグアノドン下に分類されると、言及しているが、はっきりしたことはわからない。大きくは、イグアノドン類の一種であり、アンキロポレクシアのクレードに属しているが、 その階の進化型クレードであるハドロサウルス型類には、含まれない。全長約4.7メートル。葉の特徴はアモンゴルで発見されたアルティリヌスと似ている。頑丈な上輪骨の構造は、フクイサウルス特有のものである。ありがとうございます。